共に目標の J1 昇格に向け好調のチーム同士の対戦です。2018明治安田生命 J2 リーグ第19節ヴァンフォーレ甲府対モンテディオ山形の試合を山梨県甲府市山梨中銀スタジアムからお送りします。では両チームのスターティングメンバーです。甲府は前節大分戦から3人変わりました。予想フォーメーションシステムは 3-4-2-1 です。変わってスターティングメンバーアウェイ山形、前節千葉戦と変わりはありません。予想フォーメーションシステムは 3-4-2-1 ですからミラーゲームになります。ドリブル、ドリブル、堀米が3人目をかわそうというところでした。このセカンドボールは甲府の湯沢、小塚がキープ、シュート、決まった。3分30秒小塚が溜めて溜めて走り込んだ佐藤のシュート。ヴァンフォーレ甲府この試合も立ち上がり前半4分に先制点です。さあ前線こう堀米が走ります。その堀米追いついてダイレクトシュート、しびきが触ったか、1本のパスでシュートまで行きました。いやシンプルなんですけど、すごく効率がいいんですよ、はい、小塚左サイド、やはり高い位置を取ろうという高野がいます。ここは縦パス、リンスエリアの中落としたところ、佐藤ファインセーブ。時間を作って佐藤のミドルシュート、先制点と同じような展開ですが、くしびきのセービングがありました。セットプレーに強い山形、ゴール前ヘディングシュート、いやピンポイントでした。中村誠吾のヘディングはバーのやや上でした。ただいいキックでしたね。ここは前を向くユルキ、ドリブル力があるユルキ、いいトラップだ。ユルキと今津の1対1、ユルキはどうする、ユルキスピード上げるシュート、テンポをやや変えて左足で振り抜いてきました。左ウイングバックキャプテン山田に変えて背番号8番アルバロ・ロドリゲスが入ります。加賀からワンタッチ、ミキダイレクトでボール前、アルバロ・ロドリゲスの同点、采配ズバリです。ボールが入ってくる、ヘディング、決まった、山形逆転弾、盛り上がる山形、後半のアディショナルタイム、背番号16小林誠吾、いやいいボールでしたね、飛んだコース、高さ、完璧でした、はい、ゴールキーパーまで戻す、さあどうする川田、
前線に急ぎたい甲府ですが、ここで試合終了のホイッスル。大きく喜びを爆発させる山形木山監督。試合終了間際にこのセットプレーからアルバロのフリーキックによって小林誠吾逆転ゴール。山形がアウェーの地で貴重な勝ち点3を手にしました。